煙の出るカバンを何度も踏みつけ、火を消そうとする男性。こちらは去年10月、東京駅のホームで撮影された映像です。火が出た原因は、カバンに入っていたモバイルバッテリーでした。スマートフォンやタブレット端末を外出の時にも充電できるモバイルバッテリー。その普及に伴い、内蔵されているリチウムイオン電池が発火したり破裂したりする事故が年々増加し、それが原因の火事も起きています。なぜリチウムイオン電池から火が出るのか、郡山消防本部で話を聞きました。こちらがモバイルバッテリーから取り出したリチウムイオンです。どのように燃えるのか、消防の方たちに実験してもらいたいと思います。リチウムイオン電池に千枚通しを使って衝撃を与えてみると、火花が散り、爆発した後、一気に燃え上がりました。リチウムイオン電池は、中に入っている金属がショートすることで引火し、発火や破裂が起きるといいます。ショートする原因は、落とした時の衝撃や、高温の場所への放置など、様々です。もしも顔の近くで破裂したり、燃えやすいものの近くで発火した場合、怪我をしたり、火事で命を落としたりする可能性もあります。やはり使っている人が、その危険なものだという認識がないことが、大きい要因かなとは思います。常に携帯しているものですので、乱暴な取り扱いになりがち、なものだと思います。郡山市では去年12月、リチウムイオン電池が過充電によって発火し、建物の一室が燃える火事がありました。消費者庁の調査では、モバイルバッテリーが原因の火事は、2013年からの5年間で57件ありましたが、おととしは1年間で76件発生していて、今後も増えると予想されています。これから、もしも自然災害等で、避難することがあるかもしれませんが、膨らんでいないか、熱を持っていないか、そういったところを、点検していただいて、乱暴な取り扱いをしないようにしていただきたいと思います。災害の時、防災グッズとしても役立つモバイルバッテリー。便利な一方で、取り扱いには注意が必要です。